はいどうも、ヒアリスです。どうも、カイヌスです。今日なんですけど、はい、パンダのリストックがまた来るんじゃないかという話が出てきてるんですか。そうなんですね、はい。すごいですね。ずっと書いてないんですけどね、僕ね。そうですよね。はい。はい、じゃあそれとですね、朝日スニーカーズの方でね。あ、そうですね。はい。ナイキ SB ダンクローのフィリーズの方でですね、はい、こちらオンラインチャレンジしましたので、このあたりをね、今日やっていけたらなと思います。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済んでいない方は、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。はいはい、我々ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になった方フォローの方よろしくお願いします。はい。じゃ早速なんですけども、ね、今日朝ね、はい、スニーカーズの方で9時からですね、ナイキ SB ダンクローのフィリーズの方が発売あったんですけども、はい、そうなんですよね。なかなかね、僕はナイキ SB ダンクローってね、SB 系のショップでは当たらないので、そうなんですよね。スニーカーズ代わりなんですけど、ね。で、それプラス僕、スニーカーズの方で、うん、ナイキ SB ダンク、書いたことないんですよ。ああ、そうでしたっけ。そうなんですよ。なんで、うん、まあ今日こそはということで、なるほど、はい、9時からですね、こういった形で、うん、まあ順番待ちというようになりまして、はい、で、まあ、ボリューミーありまして待ってたんですよね。最近ね、売り切れであったりとかゴッテムであったりとか、表示が早いことがあるの で、 そうです、ね、まあ、ちょっと乾いてたんですけど、まあ、ずっと来なくて、でですね、9時ね6分ぐらいだったと思うんですけど、はい、僕の結果なんですけども売り切れという形でしたね。はい、なるほど。でこの後ね、はい、僕の 27.5、 あ、 SB に関しては 27.5 を選んでるんですけど、ちょこちょこ来てたんですよ、リストックが。あ、そうなの。来てたんですけど、結局買えなかったですね。ああ、はい、そうだったんですね。で、9時30分には完全に値段の方に斜線が入ってまして、完売っていう形に切り替わってましたね。なるほど、ね。はい。その後の結果の方なんですけども、はい。売り切れと。はい。もうドラムロールがない時点でね。あのね、僕がね、27.5 のリストックらしきものを着てた時に、29センチもあったんで、一、うん、はい、回ね、フィアリスのサイズを試してみたんですけど、はい、ダメでした。ああ、そうなんだ、ね。ダメでしたね。はい。ということで、結局ね、返すと。SB なかなか買えないですね。なかなか買えないっすね。ただね、今日ね、ツイッターとか見てると、割とね、なんか買えてるの上げてらっしゃる方が多かったんですよ、ね。あ、そうなんですね。はい。まあ僕この間ね、はい、ズームフライト95が買えたんで、あ、そうですね、はい、まあしばらくは買えないのかなって気もせんでもないですけど。そうなんですよ。あとまあ今週結構ね、スニーカーズのリリース多いんで。あ、そうなんですよね。はい、オンラインチャインするね、まあ回数が多いかなと思うんですけど。そうです。何やともあれ、はい、今回無事に5点できた方、おめでとうございます。羨ましいですね。いやー、いいですね。これ ね、カラーがいいですよね。はい。で、そんな中、はい、ナイキダンクローのパンダなんですけど、はい、またまたリストックの情報まだ出てきてる。そうなんですよね。はい。もう今月出てきた話、ちょっと一気にしたいなと思うんですけど、はい。はい。まずですね、2週間ぐらい前に、アルリーカーカウントサイトの方が、これアメリカでの話になるんですけど、はい、アメリカでナイキ .com の方で、ダンクが大量にリストックされるっていう話が出てきてまして、うん、大体10万足ぐらいが、リストックされるっていうふうに情報が出てたんですよね。まあ、このボリュームというか、はい、数ってもうリストックの数じゃないですよね。そうなんですよ。アメリカに関してはね、半端ないですよね。とんでもない数が出てきてますよね。はい、まあ、これメンズだけじゃなくて、ウィメンズであったりとか GS も含まれてるんですけど、うん、はい、で、その後に1週間後の話でまた同じく、うん、同じリーカーアカウントサイトが言ってたんですけど、はい、5月にヨーロッパの方で4万足ほど、はあ、リストックされるっていうふうな情報をやってたんですよね。さらに4万足がヨーロッパの方で出ると。あ、そうなんですよ。さっきの話はアメリカで、で今話してる話っていうのは、まあ、ヨーロッパの話になるんですけど、ナイキ .com の方で発売されてます、出てたんですけど、でその後昨日付けなんですけど、また同じこのリーカーアカウントサイトの方がそのリストックが5月の16日に来るって言ってるんですよね。なんと、はい、5月の16日に結構な量を、ね、リストックされるっていう風に出てきてたんですけど、はい、今話せない話なんですけど、はい、最近僕らがナイキダンクローのパンダについて、うん、まあ、世界的にね、こう、何ですかね、アメリカだけとかヨーロッパだけじゃなくて、うん、もう日本であったりとかアジアも割と関係があるとさせてもらってるんですけど、そうですよね。で、アメリカであったりとかヨーロッパでのリストックの、大量リストックの話がこの5月に入って結構出てきてるんで、うん、まあ、日本もまた今後来るんじゃないかなと思われるんですよ、ね。まあ、今までの流れからするとね、はい、海外でリストックあったよってなったら、はい、まあ、その前に出てくることもありますけど。ああ、そうなんですね。ずれるんですけど。そうですね。コムの方でね、発売されたりとか、はい、まあ、その他のリテールというか、そうなんですよ、流通さんの方でも発売されたり、氷の方でね、っていうのもあるので、はい、まあ、まだまだチャンスあるのかな。で、5月ってね、まだ始まったばっかりなんで、そうですね、はい、今月中に、おそらくなんですが、日本の方でもね、多分、まあ、氷ではなのか分かんないんですけど、うん、またリストック来るんじゃないかと思われるんですよ。はい、はい、でなんでこういった話をずっとしてるかと言いますと、僕ずっと定価でねナイキダンクローのパンダ買えてないんで、で次こそはね、うん、まあ、定価で自分の手でですね
まあ、ゲットしたいなと。まあ、あの、支援はしますけど。お願いします。はい。そうなんですよ。まあ、具体的にはね、日本での、大規団グローのパンダのリストックの情報には出てきてないんですけど、はい、まあ、海外では今またこういう風な形になってきてるので、はい、おそらく日本でもまた来るんじゃないかなと思われるっていう話なんですけど。そうです、ね。はい。あの、ダンクの方がね、はい、色々また発売があって、あ、そうなんですね、はい、2本目の動画の方でもその辺りの話をね、しようかと思っていますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノリでした。さあ、I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.